長女将が書いてくれたのに、あれ息子が、息子たちの長女将よ、あれひらがな、これ悔しいの、ナナがいかれ、ナナがこれができるのに、ロゴスワールド、うわーマジか、ほらいかれんぐらい、だから嫌いなんだよ、これがほんと止まるよ、これは違うまるよ、ここは違うもん、こんなボス殺せるわけないで、ちょっと音がうるさい、ちょっと絞ってんよ、ちょっと絞ってん、こっちの音が全然聞こえんのんだよ、なんてワイヤレス用語使えんもん、なんとかせえや、なんとかせえやって、こっちがなんとかせえやなんだよ、あ、そうワイヤレス用語使えんのに、ヒルルルルルヒルルルルルルルになるもん、5分とも思った、なんかそっちの音を消せないんだよ、そっちの音が小さいんだろうが、マジか、じゃあそこを消すればいいんだ、死んだ、もうドラムシュート行こう、なに止められたらどう、そうなんだ、しかし。32、そうか。うん。でも、あれじゃ小さいね。うん。ファミコンやからかな。ってことか、小さすぎる。
令和に2回誰もらうんだけど、統計書立てずに。失礼とか設定ができたと思うんだけど、それだったら顔は結構動くよ。ファミコンモノラルだからな、ステレオじゃねえよ、ファミコンの音源って。でもうち設定できよったよ。悔しいな。ジャンプしたのにジャンプできてない。浮き玉からのシュートの方が入るわ、ドライブシュート打つより浮き玉からのシュートの方が入る。ドライブシュートガッツ消費するばっかりだな。そんなみんなチャシージュリア、死にやせえわ、巨大のゾンビは。一発取ったねけど、しないし、石崎パズルサバイバー、パズルも組み立てながら、音が余計聞こえん。あ、スルーできんの、この頃のファミコンのって。スルーってスルーができんわ。できんや、その分は。やれやれ、でも表でボレーシュートや。あ、入らんかった、時間になったな。コマンドが少なすぎるわ、ファミコンの初期のやつは。当たり前じゃん、やれることが少ない。まだそこまでね、あの出てないんだよ。しかも中学編がスタートだしね。小学編がないんだよ、ファミコンの最初のやつ。小学編が面白いのにな。まだそこまで案が出てなかったんよ、当時だけ。うん、石崎はなかなか優秀だな。そのやつ作ってみれば。作れねえわ、ゲームなんか。私俺みたいにさ、しょこたんとかありのとか、アリノのマリオは、ね、できないから、誰もクリアできないから。本人が作ったって本人がクリアできないとダメよ、うん。俺って難しいことしてるもんだとか言ってた。
ほんま石崎優秀。めっちゃ止めてくれるわ、相手を。これね、タイムがないからね、やりやすいんだよ。予約くらいできた。音が全く聞こえない。音を消せないんだよ、何度でも。こんな感じでしたら誰もゲーム上ラブ。それ暇ない。なにー、翼オーバーヘッドだ。ザコはね、普通のあの銃でも全部撃って殺せるけど、普通の銃で、普通の銃で、普通の銃で、石崎優のほんまスライディングで止めてくれるわ。完全軸変えたかったのにか、安い感じで見直り切れ取った。卵はないし、安いハンバーグも売り切れ取っただいたい買いたいものが売り切れ取った。もう6点目じゃ。めんどくさいのこれ。お、石崎優秀、めっちゃ優秀や。なんで飛べんの？なんで飛べんの？なんで飛べんの？そうそう。